どうも、皆さんこんにちは。いつまでもダラダラとゲームしてたい中根人、エルザです。今回は、スターレールのキャラクターの中でもぶっ壊れが多い運命の調和について解説をしていきたいと思います。調和キャラって、バフを配るキャラになっていますが、どのキャラも強く、所持の状況によって攻略難度が変わるくらい重要なキャラとなっていますよね。特に、アタッカーが変わるたびに適性が増えていきますので、キャラの優先度など悩む人が多いのかと思います。また今から始める方もいれば、そもそも誰を持っておけばいいのか分かりづらいっていう方もいるかもしれません。そこで今回は調和キャラを使ってきてずっと使えるぐらい活躍ができるおすすめの調和キャラを紹介していきたいと思います。獲得の優先度からなぜ調和が欲しいのか必要なのかっていうところを初心者向けにも解説まとめてますので、最後まで見てもらえると嬉しいです。それでは早速解説していきたいと思います。まずは調和キャラが欲しい理由について話していきたいと思います。このあたりに関しては初心者向けとなってますので、知識のある方は飛ばしてみてください。それでは話していきます。まず調和が欲しい理由に関しては大きく3つですね。こちらがあります。まず1つ目、バフが強い性能しかないっていうところです。バフに関しては攻撃力アップや余ダメアップが多いっていうのが特徴としてあります。大体の調和キャラが持ってる性能ですね。なので、アタッカーの性能をより大きく伸ばせるという特徴があります。キャラにもよりますが、全体バフもあるため、ダブルアタッカー編成なども対応しているのがいいところです。このゲーム、意外と足し算をしていった方がいいので、バフを持っているキャラっていうのはすごく重宝するっていうのがあります。続いて2つ目、いるだけで火力を最大化できるってとこです。調和キャラに関しては、スキルなどを使ってバフを付与するっていうのが普通なんですが、その中でも調和キャラが存在するだけで効果を発揮するキャラクターも多かったりします。例えば、会心ダメージがアップしたり、一定の属性が攻撃力アップしたりっていうところです。特徴はそれぞれありますが、どれも特定の編成の効果を伸ばすものが多くなっていますので、非常に強力です。先ほど足し算をしていくのが強いって言いましたが、それを一つでも増やせるってところですね。それでは3つ目、専用バッファーが多いっていうとこです。調和キャラに関してはバフの種類的には同じものが多く使い回しができるっていうのがありますが、中には専門的なバフを持ったキャラクターもいます。なので、編成ごとに合わせて使うっていうことが可能となってます。むしろ編成ごとに調和を合わせた方がかなり強くなります。特に限定調和に関しては基本使い回しが可能というのがありますが、専門分野に置けばかなりの力を発揮できますので、その点がかなり強いなと思います。ロビンの追加攻撃、ロアンの撃破特攻がいい例かと思います。調和キャラが欲しい理由ってところに関してですが、調和キャラはアタッカーと違って半永久的に使える能力が多くなってます。何々を何パー上げるっていうところってもうほぼ固定なんですよね。よっぽどのシステム変更がない限りは腐る要素ではないです。そのため、〇〇編成みたいな括りにはまれば、そこでずっと活躍ができるというのが特徴となります。ルアンであれば、撃破特攻系ならよりハマる。ロビンなら追加攻撃という感じで活躍が固まってきますので、そういったところが魅力の一つとも言えます。それでは続いて、調和キャラの優先度について話していきたいと思います。まずは調和キャラの優先度っていうところなんですが、これに関しては正直様々かなと思いますが、アタッカーの流行りに合わせるのが重要かなと思ってます。それでは例としてアタッカーと調和に関して並べてみたいと思いますが、例えば編成のメインとなるアタッカーを用意するっていうのが重要です。ホタルに関しては撃破特攻と編成のコンセプトがあります。続いて火力の参照ですね。ホタルに関しては攻撃力を参照としますが、他のアタッカーの場合、会心ダメージ率が欲しかったりもします。このあたりはアタッカーによって違うので、参照伏せが大事ってとこです。さらに、異物とのバランスっていうのも結構大事です。個人の異物を伸ばすものもあれば、味方全体に影響する異物のセット効果っていうのもありますので、このあたりも相性が必要となってきます。最後に、属性の相性というとこですね。これも異物と被ってくるところはありますが、同じ属性で火力が上がるといったものもありますので、注意しないといけないところです。まず、メインのアタッカーというところで言うと、アタッカーの特徴を抑えるのがまず大事というところですね。何で強化されて、何が反映されないというところが大事です。その上で調和を合わせていくということになりますが、まず調和の合わせ方としては、アタッカーの色に合わせる調和を選ぶということが重要となります。こちらいくつか調和の特徴を話していきたいと思いますが、ルアンに持ってないバフもあります。それは都度紹介したいと思います。まず、調和キャラに関しては、攻撃力、余ダメ系のバフがあります。これによってアタッカーの火力を伸ばせますよね。さらに、会心系の調和を漏れるキャラであれば、アタッカーの会心ダメージをさらに伸ばすことが可能になります。ちなみにこれはルアンにはないものですね。
その他にもバフといっても火力ばかりではなく、速度や行動順をアップするものもあります。これに関してアタッカーの攻撃回数が増えますので、かなり強い部分というところですね。このゲーム単性なので速度に関しては重要なところとなります。さらに属性撃破系のバフですね、まあ、撃破系に関しては撃破特攻のバフっていうところもありますが、人生削りの部分もあります。最後 SP 不要ターンの相性ですね。これはルアンにはない性能です。他の調和キャラの性能ですが、今回は紹介だけしておきます。まあ、SP の上限ってことはスキルポイントを多く使えたりとか、あとは付与するターンが個人に対してなのか、それとも調和キャラに依存するのかっていうところで効果の発揮具合が変わってきますので、こういったところの相性選びっていうのが非常に大事となります。なので基本的に調和キャラに関してはこれだけ多くのバフってものがあったりするんですけど、アタッカーの特徴に合わせて調和キャラを選び抜くっていうのが重要となります。その上でアタッカーと調和キャラを合わせた時に初めて火力がさらに伸びるっていうところになりますので、単純に項目数だけ見るといいんですが、アタッカー一人で頑張った場合ってどうやっても4つの要素でしか火力を上げるところがないんですよね。なんですが調和キャラを入れることによって、場合によってはこれだけのバフを受けることが可能だったりもしますので、そりゃ調和がいた方がアタッカーは強くなるっていうところになりますよね。これが重要なところとなります。じゃあこれを考えた上でどうやって選ぶ際の優先度を考えていくのかっていうのも紹介したいと思います。まず選ぶ優先度の一つ目としては、流行りの強力なアタッカーや編成に合わせた調和キャラをしっかりと選ぶのが大事というところになります。現在なら飛翔が人気が出てきてますので、ロビンとかを選ぶってことは多かったりしますね。ですが以前だったらホタルが人気だったので撃破特攻が得意なルアンと合わせるのがいいとかっていうのがありました。結構優先度が変わるってところがあります。まあ、流行りは抑えとくのがいいっていうところですね。続いて2つ目、キャラによってはどの編成でも穴埋めとして活用できるキャラがいるってことです。なので編成幅で選ぶのも大事となります。例えばロビンとかルアンに関しては編成幅かなり広いんですよね。正直全部のバフを使い切れなくても他の編成に入れてればとにかく強いっていうところがあります。特にそれが分かりやすいのがルアンというキャラクターですね。こちらに関してはどこに入れてもとりあえず強くなるので面白いキャラかなと思います。まあ、選ぶ基準の際っていうか優先度に関してはここを考えるといいのかなと思います。あと加えるのであればアタッカーを誰を持っているかっていうとこですね。ではその上で調和キャラの獲得優先度について話していきたいと思います。個人的な意見としては汎用性の高いルアン、続いて代替可能なロビン、花火、ブローニャっていうところになります。まあ、全体付与と編成幅の広さがとにかく扱いやすいっていうのでこの順番にしています。アタッカーに関して確かに選ぶところっていうのはあるんですが、代わりとして成り立つところがありますので今回はこの順番としています。また今の流行りというか強いアタッカーでいうと蛍、ヨミ、飛翔が現在活躍してるっていうのがありますので、まあ、今だったらこの順番かなと思います。昔のバージョンであれば陰月が強かった時は花火が良かったりとかしてましたので、このあたりのバランスってすごく難しいかなと思います。ただ個人的な優先度としては今この順番かなと思ってます。まあブローニャと花火は同じぐらいと思ってください。それでは星5キャラがいない時の開口砲キャラについて話していきたいと思います。まあこの星5がいなかったらこのキャラが入るよっていう感じで見てもらえるといいかなっていうところですね。黄色い部分に関してはそのキャラの特徴的な効果っていうので見てもらえるといいかと思います。ではまずルアンから見ていきたいと思います。ルアンについてですが、代わりのキャラとしてはロビンとなります。これに関しては星5で代用するのが一番いいのかなと思います。まあルアンが強すぎるというか性能が高すぎるのもあるんですよね。でロビンを入れるっていうところの理由なんですが、攻撃力参照のアタッカーが多いっていうのがありますので、ロビンの攻撃力アップが代用ができるってことが多くなります。入れておけばとりあえず使えるってところがありますね。どうしても弱点撃破効率が上がるっていうのはありませんので、このあたりは難しいところかなと思います。まあ唯一無二の性能ですからね、ルアンに関しては。では続いてロビンについてです。ではロビンの代わりの候補としては今のところ2人います。まずはルアンですね。ルアンに関しては4ダメ速度アップだったり弱点撃破効率、これに関しては全体に使えますので、ロビンの代わりが成り立つのかなと思います。ただ攻撃力アップがありませんので、攻撃力参照にする編成にとってはちょっと火力が下がるかもしれないです。続いてテウンです。テウンに関してはロビンのように攻撃力アップだったり4ダメアップっていうものがあります。さらに EP を固定で回復することが可能となってますので、バフを与えつつアタッカーを強化することが可能となってます。ロビンの代わりとしての特徴なんですが、まず攻撃バフが必要な編成っていうのが多いです。なので、低運とか、あとは余ダメアップができるルアンなどを入れると、替えとしては扱いやすいかなと思います。
それでは続いて、花火とブローニャの代わりについてです。この二人に関しては似たようなところがありますので、今回は一緒にしてます。細かく言うと分ける必要はあるんですが、大体替えのキャラは決まってますので、こちらで紹介していきたいと思います。こちらに関しては、低運、緩和、玉、アスターとなります。細かく見ていきたいところなんですが、大抵花火とかブローニャの性能に関しては、行動順のアップであったり、4ダメ、会心ダメっていうところになるんですよね。もちろん SP 上限回復とかもあるんですが、大体火力をアップするための要素を持ってるキャラと入れ替えとなります。そのため、低運のように攻撃力アップ、4ダメアップを持っているキャラとなると、その他に緩和、玉、アスターっていうところになるんですよね。大体似たようなバフが揃ってますので、このあたりと変えるのがいいかと思います。ただ一番の特徴としては、花火の代わりに入れるのであれば、カーナですね。SP 回復がありますので、この二人は互換性があるかなと思います。ただし、ブローニャに関しては、即行動という効果がありますので、これは花火以外代替えができるキャラはいないかなっていうところになります。とりあえず、調和キャラ足りないなと思ったら、この4人を集めておくといいかなというところです。今回替えのキャラとして紹介をしていますが、調和キャラが不足していた場合は、その調和キャラを入れるってところから工夫をしていってみてください。十分足りてる場合はこれでいけるのかなっていうところです。正直、ルアンとロビンがいれば十分回せるなと個人的には思ってます。それでは続いて、調和キャラ別のおすすめアタッカーも紹介していきたいと思います。まずはルアンからです。ルアン採用の際におすすめアタッカーとしては、ホタル、カフカ、ブートヒールとなります。基本的にルアンはどこでも活躍ができるっていうのがありますが、撃破型や人生削りを必要とする編成と組ませると非常に相性が良くなっています。ただ、現在としては超撃破編成用のキャラクターとなっているところがありますので、そこで採用するのが一番効果を発揮できるかなというところです。続いてロビンについてです。ロビンの採用するアタッカーとしては、秘書、ウンディ、レイシオとなります。どれも追加攻撃持ちのアタッカーですね。基本的にロビンには追加攻撃持ちキャラと合わせるだけでバフの恩恵があるようなものがあります。これは会心ダメージアップとかですね。さらに、ソフ行動を活用すれば追加攻撃もより多く発動する機会が増やせますので、そういったところも相性がいいところとなります。続いて花火です。花火と相性がいいアタッカーは、ヨミ、ウンリ、インゲツとなります。花火を合わせるコツとしては、SP 消費が激しい編成におすすめとなります。また、会心ダメも漏れるという部分がありますので、不足がちなアタッカーと合わせると火力を伸ばしやすいというのがあります。この中で一番伸ばしにくいところで言うと、ウンリがいますが、花火によって火力を引き伸ばすことは可能だったりもします。インゲツに関しては SP の緩和ができますので、そういったところで相性がいいですね。続いて、ブローニャです。おすすめのアタッカーとしては、ケイリュウ、ジン、ブートヒルとなります。即行動をすることによって敵の殲滅やチャージを貯めれるアタッカーと相性が良くなってます。こちらに関しては初動の立ち上がりを早めたいキャラがおすすめってとこですね。一番わかりやすいのはケイリュウですかね。ケイリュウで一番最初に攻撃した後ブローニャで即行動を入れてもう一度スキルを使ってもらうとなると強化状態に入りますので、そういった初動の動きができるっていう風になります。結構重宝する能力っていうところですね。おすすめのアタッカーに関しては以上となります。もちろん他にも適正っていうのはいますが、最適なところで合わせると今はこんな感じになるのかなっていうところです。それでは最後、調和キャラの所持優先度の総評について話していきたいと思います。今回は2つのポイントで話をしていきます。まず1つ目、調和キャラで優先度が高いのはっていうところですが、こちらに関しては調和の中でも唯一無二の弱点撃破効率持ちのルアンがおすすめとなります。調和キャラに関しては星5が現在4人いますが、最優先となるとルアンが一番かなと思います。やはり他のキャラにない弱点撃破の効率アップや全体性貫通など他の調和にはない性能っていうのがあるんですよね。これが非常に強力です。またこの性能は現在どの敵にも適用されるステータスとなっているため、戦闘の効率を上げる上では非常に重要なところとなります。敵の行動を止めれる機会が増やせますし、さらにバフ自体もトップクラスの性能で全体に配れるってことがありますので、ルアンはやはり一番かなと思います。いるいないでだいぶ変わるかなっていうところですね。それでは二つ目です。調和キャラは何人持っておくといいのかっていうところなんですが、限定調和に関しては結構強すぎるっていうのがありますので、正直2編成分は欲しいなと思ってます。限定調和に関しては獲得の優先度っていうのももちろんあります。ですが、このゲーム自体のことを考えると、2編成は最低完成させておきた方がいいんですよね。その理由としては、エンドコンテンツにおいて楽ができるってところです。攻略性の向上ですね。なので、2体確保はしたいところとなります。
そうなってくると全体バフでしかも性能かぶりが少ないロビンとルアーを現在所持していればある程度網羅できるというところがあります。なので優先度としてはこの2人というところですね。で2編成分揃えれるというところになります。では花火とかの3人目はどうするのかというところなんですが、よりアタッカーに合わせた編成を組ませたいなというところであれば3人目は余裕がある時に集めていくというのが理想かなと思います。花火とかが弱いっていうわけではなくて、最適な編成っていうところで言うと、ルアンとロビンの方が選びやすいっていうのがあるんですよね。しかもこの2人に関しては替えが効いたりするところがありますので、そういった意味では優先度も高く、2人を揃えておくと編成は整えやすいかなっていうところがあります。まあそういった意味で2編成分が欲しいという意味でも、優先度という意味でもこの2人がいいかなと思います。ということでご視聴の方ありがとうございました。このチャンネルでは今後も好きなゲームの解説やライブ配信をしていきます。引き続き動画アップしていきますので、応援してくれる方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。